もうちょっと近い。こんなに。はい。で、うわ、すげえ。少しだけちょっと離れます。あそこのスマホです。で、動いたら打ってくるので、これをとりあえずこの手で外してみましょう。うん、で、こっちに反れたら、はい、うまくこう切らないようで。動き出しをまずじゃあこっちに察知されちゃいけないって。そうですそうですそうです。あ、ごめんなさい。おお、すごいすごい。避けられてる避けられてる。すごいですね。うん、どんぴしゃり。そのやっぱ怒りが気づくのが遅れたって感じですか。あ、もうこの肩のこれぐらいで引き金引き始めてるんですけど、はいはい、僕がその引き金引き切るよりも手の到達の方が多分先んじてる。なるほど。だから全然近いと思います。ほんほぼその辺りが多分取られてると思います。じゃあもう一回こっちアングルで撮ってみてもいいですか。もう一回で右でこう引けば、はい、いい。もう絶対ずれてます。今出てないですけど。システムのおかげです。ここにテンションが入らないように。はい。なるほど。こういう稽古をして、で次の段階ではこっちが自分のタイミングで打ってくるのを、はい、そうなるとどうすればいいんだ。この。あ、これも感じるしかないのか。でも、そうか、後から聞くしかないのか。動くなってされた状態。こう、今こう引いてますね、これ。あ、そうですか。はい、まあ、でもなんかこれ今のも待ってたら間に合わない気がして。はい、はい。でも、極論はそれでいいと思いますか。前に入ったらもう先に仕掛けるぐらいの気持ちで。はい、うん、要はその理屈的にその漫画とか映画とかそういうドラマみたいなものですると理屈でこう説明してますけども、で見てる方はそうかと思うじゃないですか。でも実際には相手が打とうと思ってようと思ってなかろうと当たらなきゃ、当たらないという目的があるので、それを達成できるってことが大事なので今のでいいと思います。なるほど、はい、システムは仕組めてるんですよ。お願いします。はい、でまた、じゃあ、このぐらいの手だったから、本当につけられましたっていうところで。わ、しっかりですね。うん、で、ちょっと危ないから指だけ出してもらって、はい、でこっちが、だ避けるこう動作をするわけですね。はい、で、成瀬さんはこう、こう引っ掛けて打つっていう、この動き。で、僕は手を上げてあると。で、それで避けるのが先か、この打つのが先かっていう。うん、でちょっとこうひねるから指出して、はい、うん、でこれでこう僕が例えばこうパッと動いたらそうそう、はい、打つ、こうやって打つ動作が入るわけですね、はい、こうやってパッと、そうそう、でこれをこうっていう。今のはなぜ成功したんですか。うん、今のはこうだと体が残って手だけ動いちゃってるから、体が残って手だけ動いちゃってるから、うん、だから足から全部動いてるんですね。あ、で外して、でそれで自分が今こう向いたののその一つの動作で相手に向けるっていうでみたいな。なるほど、手の動きと体が一致してる。そう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 、まあこの指のこのストロークの短いからこっからだとじゃないですか。おっていう、 これ、うん、これね手で動くと大変だから、はい、この本当足なんですよね。相手の動きをもらうつもりでこういってこうっていう動きをもらう、うん、こっからのなんかテンション的なものですか。そう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 、それによって体がこういう形になって、そうそうそう、うん、はい、だからでこの場合は相手の攻撃を相手の心を読むんじゃなくて自分の動きを読ませないように動くっていうことになるんで、だから待たなくていい分楽は楽なんですね。でこれを読ませるっていう感じ。その、うん、この時点でもこうテンションがぐわーっと入ってきてる感じ、うんうん、でそれによって動かされる、うん、それで待たなくていいんですよ。待たなくていい、相手に動きを見せなければいいんで、見せなければいい。でこれは新武館の黒田先生っていう超剣の達人の人が月刊秘伝でだいぶ前に言ってた、はい、話なんですけども、
この動きと今親指動いてますね、はい、これはどんだけ早く動かしても見えるじゃないですか、はい、でもこうしても一応親指見えるじゃないですか、はい、動いてる残像みたいな形で、はいはい、見えます、はい、それを同時に始めて同時に終わらすと見えなくなるんですよ。どういうことですか。これは見えるけど、こうだとほらよく見えるじゃない、はいはい、こうしても見えるじゃないですか、はいはい、だからこの動きとこの動きを同時にやると動きが一瞬親指が見えづらくなる。なるほど。だからいや2つの動きが同時進行すると消えたように見える、うんうん、っていうのを使って、だから見えだからまあ視覚には入ってるんですけれども認識できない動きになるんですね。あ、手と体が同時に動いてるから認識しづらいと、うん、なるほど。脳が処理しきれないみたいな感じですかね、うんうん、そうです、うん、あ、それで相手からしたら見えないってことなんですね。手と体が同時に動くから相手が見えたと認識しない、うん、だから細かくやると今の動きはこの胴体がこうもらう動きと手の手をここに来るっていう動きが同時に起きてるから見えづらいっていう、まあ、そういう感じなんですよ。なるほど。やってみますね。お願いします。頭入ってて大丈夫。それを同時進行ですね。こう。で、ここからいきましょう。じゃあ、奈良城さんは指分だけ、菊野さんはこの分だけ動かなきゃいけないから、それだけ距離的にはハンデがある状態ですよね。同時。こうじゃなくて。こっち先行で。あ、動いたら。そう、もう菊野先生が動いてるタイミングですね。はい、わかりました。外します。はい、外します。もう一回です。はい。これとこれが同時でやると、ちょっとなんか反射し、反応しない感じ。いいですね。すごい。あ、そう、同時ですよね。同時進行。体が行ってから手とかじゃなくて、体と手が同時に行ってるから、はい、なるほど。こうやってこれで鉄砲も大丈夫ですね。鉄砲も大丈夫。大丈夫。いや、鉄砲でも言える。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか出しときたいのないですか。とっておき。とっておき。とっておき。じゃあ視聴者の皆さんにもすぐできる、お、はい、いいですね。気配の練習法というのやってますか。あ、気配の練習法、うん、はい、ちょっとね、これ危ないのがあるといいんで、この手裏剣を、これ、あ、箸だと、箸が混じってる、箸が、あ、箸も投げるのか、箸も投げて刺さるってことですね。で、この棒手裏剣、まあ、ナイフとかをね、使ってやるんですけれども、ちょっといいですか。はい。こう向けられると嫌な感じするじゃん。超嫌ですね。そうですよね。これがその嫌な感じの正体です。うん、そうですね。うん、からこうだ。これがパッとなると嫌じゃないですか。嫌ですね。はい。うん。で、後ろ向いてもらっていいですか。こうして、こう嫌な感じがあるじゃないですか。はいはい、で、それに乗っても動いちゃっていいんですよ。あ、これで。うん。そうそうそう。で、もう一回ですか。そう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 。うん、うん、今完璧ですね。あ、そうですか。うん、こうされるぐらいの気持ちがありますね。だ結構あの、まあ、さっき言った感じで、タイミングよく避けなくてもいいっていうのであれば案外感じられるんですね。そうそうそう、それに乗って動いていくっていう、ねえ、人ってすごいっすよね。今すごいできてますよ。これを向けられることで何かしらが働いて、うん、なんかここが僕はまあなんかもこうと押されるような感じがして、ちょっとこう、どいてみたって感じですけど、案外人間感じてるんですけれども、それを疑って止めちゃってるんですよね、うんうんうん、それをやめるだけで結構危機回避っていうか、そういうのができたりするんで、見えてなくても人間は第六感的なものがあって、うん、でまあそれをトレーニングしていくことでこういうのがまあ、うん、対処できるようになるとか、ね、一応僕もね、システマもね、稽古してるんで、まあ少し、そうかそうか、なんとなく、はい、システマすごいですよ。
ありがとう。これぜひじゃあ皆さんやってみてください。まあ気をつけてですね。なんか危険なものがいるわけですね。要はね、包丁でも何でも。ちょっと危機感が大事ですね。人は危機感に対して、だからこれ柔らかいものだとあんまり反応しないけど、うんうん、危険を感じるものだと見えてなくても何かしら第六感が働いて不快感があるから、うん、まあ、それに従ってこう避けるという感じでやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。いやー、この本当に第六感メンバーというかですね、こうバチバチの殴り合いというよりはもうちょっとその先のね、世界の皆さん、熟練者の皆さんなんで、すごい勉強になりました。それぞれのチャンネルでも、こういう形でコラボさせていただいてますので、ぜひそちらもご覧になってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ございます。こう寝れてっていうのが ありますね。で、手をまず加えていきますか。でもこれもできるだけこう、こう回しながらっていうのが寝るっていうのは体が連動するみたいな。いや違います。単純に、筋肉とか骨っていうのをイメージ的には粘土のように考えて、こう粘土をこねるようなイメージで筋肉をこうぐっとこう練っていくようなイメージでしていくと足腰が強くなっていくっていうこと。単純な筋肉をつけるってことではなくて、そうですそうですそうです。どちらかっていうとその状態を維持するっていうイメージの方が強いかもしれませんね。その場合はこう動かしながらその筋肉の動きっていうのも意識しながら練っていくと、より一層要は効果があるというか。プッシュアップとかそういう全然に近いのかな。あ、でも北川先生のプッシュアップに近いかもしれません、うん、要はいろんなプッシュアップされるじゃないですか、はい、ゆっくり動いたりとか、あれがちょっと練りに近いかもしれません、見た目が、うんうん、目的は本当に鍛えるためにやってるだけなんですけど、観察をしながら。そうです、自分の肉体の観察をしながら。これはでも雨宮先生にもまた改めて習いたいですよね。はい、もうぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ぜひがっつりとマニアックなところをね、ちょっと掘り掘りってすごいことになりそうな気がします。はい、そこしか興味ない。はい、よろしくお願いします。はい、あ、そう、